ロシア下院は3日ウクライナ東部と南部4州の併合条約を批准しました。上院が4日に批准した後、プーチン大統領が署名し、併合手続きが完了する見通しです。ロシア下院は3日プーチン大統領がウクライナ東部と南部4州の新ロシア派代表と先月30日に調印した併合条約を批准しました。 ロシアの憲法裁判所はすでに条約は合憲と判断していて、4日の上院での審議を経てプーチン大統領が署名し、併合手続きが完了する見通しです。こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は2日、東部でドネツク州の要衝リマンに続いて、南部ヘルソン州の集落を奪還したことを明らかにしました。 ロシアが両州を含む4州の併合を一方的に宣言したあともウクライナ軍の反転攻勢が続いています。